こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。のんちゃんがよくする顔を真似したでしょ。のんちゃんはこっち乗り込んでくれって言ってた。お疲れ。そう、広島に今日ね戻りましたよ。はい、こんばんは。のんちゃんがお子だった。こんばんは、こんばんは。あきなりさん初見ありがとうございます。田中孝子です。すっすっす。こんばんは。お、推しメンですね。こんばんは。っすのんちゃんがお子だって。いいよ。明日た、あ、福岡なう。田中も今日福岡にお買い物行ってました。初見じゃありませんね。こんばんは。ホクホク状態。今日はクローゼット配信ですね。はい、こんばんは。野球好きですよ。今日は初見、今日は初見ってことね。はい、初めて来たハチさん、ありがとう。こんばんは。綺麗になってないよ。めっちゃここ虫刺されてかゆいんやけど。ハーマさん、はじめまして。のんちゃん来てる。初見です。野良猫さん、どうも、こんばんは。のんちゃんいる。のんちゃんの真似したの今日ね。今日ね、のんちゃんとね会ってね、のんちゃんの真似したらめっちゃお子だった。そう、もうほんと面白かったよ。明石さん、こんばんは、ありがとう。へい、こんばんは。首長いですね、そう、キリンっていうデコルテがあって。そう、滑舌良くなって言うよね。うちも自分で思ったんよ。アロマさん、クローゼット熱くないよ、大丈夫よ。何歳？あのね、21歳です。突撃命令があった、のんちゃんから。なんかのんちゃんとね、ありちゃんとね、あの、いや、裏邪魔祭りからね、めっちゃね、あの、距離が縮まりましたね。のんちゃんのモノマネしないよ。なんかいつもより可愛いな。何？いつも可愛いってば。おこだよ、田中。明日、そう、田中ブログだよ。はじめまして、せいちゃん推しです。ああ、ありがとうございます。田中です、お世話になっております。そんな悲しいか。そう、何の話しよったっけ。そう、あのね、田中ね、いや、そう、地元に帰ってね、顔ちっちゃくなったねってなんか言われた。よく分からんけど、めっちゃなんか言われた。ビビった。りょうさん、ありがとう。そう、痩せたっても言われた。そう、めっちゃ嬉しいね。さらに顔が小さくねってねって言われた。何もしてない、何もしてないのに痩せたとかも言われたし。そう、あ、そうだね、広島に顔忘れてた。実家でね、何も食べてないよね、全然。炭水化物抜いたもんね。あー、うん、確かにね。一日だけね。さらにキリン、広島の応援マーク、ありがとう。軽い手紙嬉しい。お手紙待ってる、田中に意見をね、どしどし。え、そんでさ、お腹空いた井上さん、あのね、なんだっけ、何の話しとったっけ。あ、そう、田中ね、今日はね、あれなんよね、偵察に来ました。今日ね、田中ね、佐賀から佐賀を朝ちょっと早めに出て、博多で買い物してたわけよ、福岡で。
昼には広島着きたいなと思ったから、昼までね、福岡でね、そう、お買い物してて、めっちゃ服買った。しかも珍しくお母さんがね、服を買ってくれてね。そう、今日は天神の女帝だったよ。そう。今日博多、そうだよ。コウカちゃんが通った後。そう、また衝動買いしたのね。そう、天神。天神に行って、あのね、お洋服をたくさん買って、天神地下街も歩いて、で、地下鉄で乗ったわけ、久しぶりに。地下鉄使わないんだけどさ。そう、でも、メンバーさんいるかなとかって、やっぱなんか自分探してたよね、キョロ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 。何してるのって言われて、今日、ちょっとやんば、メンバーさんいるか、ちょっとさ、気になるよね、つって。領土拡大、女帝の領土拡大。そう、今日公演あったのかな、天神って神なの。天神めっちゃいいよ、お洋服。そう、11日あさってか、握手会で着る服をね、たくさんね買いました。そう、しかもめっちゃいいのがたくさんあって、しかも多分みんな好きだと思うよ。可愛い系から明るい系から、まあ、カジュアルは今回なしにしようかなと思ってるんだけど。そう、ファッションショーした。来た、のんちゃん来たよ、のんちゃん、のんちゃん来たよのんちゃん来た。好きなスポーツはバスケ、野球って感じ。そう、いや、いろんな服じゃない、あの部ごとに服は変えないけど髪型変えようかなと思う。のんちゃんがね、コウコちゃんのモノマネするね、ドギンって言うんよ。そう、福岡の天神。のんちゃんはね、のんちゃんのマネ、のに咲く花は何ぬね、のんちゃんやばい、トロブのマネになったよねこれ。トロブートロブーっていうのもね、のんちゃんにね真似された。でね、のんちゃんのモノマネできるんよ、うち。のんちゃんのモノマネします。あのね、裏ジャマ祭りの時にね、のんちゃんのね配信見てた方はわかるかなと思うんだけど、見てない方はまあググって見てほしいんだけど、うちを呼び込んだ時ののんちゃんの顔いくよ、やるよ。ココアが最初、ココアと配信してたんよ、のんちゃんが。で、その後にうちがいることをのんちゃん見つけて、ココちゃん、ココちゃん、はい、終わり。その後にうちがのんちゃんの前髪を触って、わー、のんちゃんまたねって言ったら、なんか前髪触れるのは多分嫌いなのかな、わからんのやけど、そんなっぽくって、こうやってのんちゃんまたねって言ったらってしてた。めっちゃ可愛かった、のんちゃん。めっちゃ可愛い。アリちゃんの真似もできるよね。そう、のんちゃん。これを今日のんちゃんのことをめちゃくちゃバカにしてたわけ。そしたらのんちゃんがって言った。そう、めっちゃ可愛かったよ。のんちゃんファンに殴られる、それな。のんちゃんしかも、ココちゃんの配信見たよって言ったら、全部見たらしいんよ、佐賀にいる時の。浴衣も見てたよとかって、ドゲーンみたいな言った。めっちゃ可愛いよな。8月11日から3日間田中を好きになるチャンス、チャンスの順番、やめてください、ごめんなさい。のんちゃんのファンの方がいる。
のんちゃんが一番かわいい。そう、田中はね、のんちゃんをいじってたのね。そんな顔してない。いや、してるからね。のんちゃんね、今日ね、マジね、のんちゃんとありちゃんとめっちゃ仲良くなったよね。初見です、ゆうさん、ありがとう。そんな顔してないってしてるからね、ほんとに。え、握手会楽しみね。田中ね、11日はね、結構ね、みんな好きなね感じでね、しようかなと。マイヤンさんね、モテモテさが乗ってるよね。あ、だるまありがとう。そう、激横プンプン丸だった。目の大きい子来た。確かにするけどやめてください。どうしようかな。どうしようかな。瀬戸内で一番好き。嬉しい。佐賀にね、また戻りたいね。キャップかぶらんかな。11と12、部によって服は変えなくて髪型を変えようかなって思う。まだすっぴんではないかな。ちょっと今日ね、全然あのメイクしてない感じ。口紅マスカラもしてない。アイシャドウも全然してないかな。そうだね、そうですね。はい。ね、瀬戸内のレモン食べた？美味しいよね。あ、クマありがとう。そうだよね。あのね、お土産買っていったの、ポエムってやつ。瀬戸内の限定のポエムっていうお菓子を買っていったんだけど、おじいじにね、美味しいって言って食べてた。もみじまんじゅうもね、お姉ちゃんに買って帰ってたし。でなぜか田中はあのスタッフさんたちにお土産を渡そうと思って買ったわけよ。しかも佐賀で時間がなくって、佐賀県出身なのになぜか博多のお土産を渡すっていう。したら、え、佐賀じゃないんかいってツッコミが入りましてね。はい、田中は佐賀県出身だけど佐賀でちょっと買えなかったんで、福岡で買いましたっていうこと、博多駅で買いましたみたいな。博多かいみたいな。はあ、こうこう、まなみなちゃん、あれ、まなみなさんどっかの配信にいたよね。まひなかな。それはそう。佐賀はね、丸ボールが美味しいよねっていう話をそれはしてた。ハートありがとう。すっかり待ってたでしょ。待ってないよ。いや、博多でめっちゃ買った。そう、佐賀錦はね、田中ね、食べたことない。なんか初見です、たっくんありがとう。で、なんか、え、とりあえず今日は大変だった。田中はどうしてそんなに可愛いんですか。田中だからだよ。マドラーに田中が可愛いって見つかったよ。本当？友達に言ってくれたの。そう、博多通りも買ったんだよね、うち。そう、祝さんありがとう。何、本当に 1.8 倍ってどういうこと。100倍って言おうよ。そこはなんでその微妙な 1.8、 1.8 小数点が入ると田中は計算ができないからやめてね。ぶっちゃんありがとう。誰も、瀬戸内の甘夏ジュレは美味しいね。カラスだっけ、今言ったっけ。もう小数点なんて、ね、無理なの。なんか小数点の計算ってわからんくない？コウコ好きや、シクさん。ありがとうよ。握手会待ってるから。アリンコちゃん。今日は昨日と違って地味配信。なんか、計算ができないわけね。今日謎の色気あって笑った。やめて。1.8 倍イコール 180%?っていうのもね、ちょっと分からないからピンってこない。分からん。パルトとかユイモのとこによく出没してる。なんかシルちゃん何勉強しないよ。白熊かき氷知ってる。お母さんが大好きね。のんちゃんのね、ファンの方よろしくお願いしますね。約2倍。え、なんかちょっと待って、なんか小数点が入るとなんかさ、ずらさんといかんやん。こう小数点をずらして戻して計算みたいな。
だから分からんよね。実際 1.8 円ですとかないわけじゃん。なんか10円と 2.5 円ですとか分からんやんか。だから小数点は分からん。だけんさ、あるよね、900円の 10% オフですとか書かれても分からん。だからね、この前ね、トスにね、買い物行ったわけで、あ、そう、おバカが割れてしまうからこの話やめよっか。そうだね、やめましょう。もうやめる。もう本当にやめる。理由になってないのめちゃめちゃおもろい。やめて。マジで分からんのよ、そんなに熱く考える。だからトークうまい。やめて。もうよく叩いたとだ。もう本当にそう、トスのアウトレット、もうこれだけは言うね。なんかトスのアウトレットに行ってお買い物行った時に、なんかほら、何パーこの何パーセントオフは何円ですっていうのをさ書いてあるじゃん、表を、分かりやすく見る感じの表を。でその表を見てて、なんか何円の何パーオフっていうのを書いたまま、何だかな、多分1900円の 10% オフって書いてあったのがなんかここに表示されてて、でそれをうちはそのまま計算できんから、その書いてある通りに信じて、妹に「あ、これ何円だからレジ持っていきなよ」って言って持っていったんよ、持っていかせたんよ。そしたら結局聞いてたらその値段が違って、あれみたいな、うちは1000円なんか900円が書いてあって、あれみたいな、でも1800何円ですみたいな言われて、え、表書いてあるじゃんみたいな。だから表が多分間違ってたらしくって、でも田中みたいに分からん人はその表をそのまま信じるから、もうあーこりゃいかんわと思って、ちゃんと計算できんといかんねえと思って、もうね勉強しないとと思って、ちょっとお勉強教えてもらいました。何点何かければいいんよとか、そう、本当に妹に教えてもらったの。そう、表が多分間違ってた。で妹にもこれを熱く語ったの。いやこれは表を間違ってる、でもうちみたいに分からない人それを信じるからねって言った。ただいや計算できないのがいけないんでしょって言われた。そのくらい計算できて当たり前でしょって怒られたっていうね。あちゃーっとなんか反省。反省の顔色見えないやつ面白いよね。草生える。わら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 。面白い。電卓ないんやね、それが。久しぶり。あ、本当だ、コーク大学生です。大学だけど大丈夫なの、意外に生きてるからね、これで。絶好調、それな。そう、本当に雰囲気なんてしません。夜は多分やっぱりそう、テンション高いの、本当に。あ、今日生誕だったんだね。西鉄ホール行こうと思って、よかったよ。マギキッシュなんてしません。ごっこ来たよ、11日も来てよ。そう、のんちゃんが怒ってた話聞いた。本当に、え、でもあれよ、田中ココアに勉強教えるよ、教えれるからね。カラカラ山さんありがとう。勉強教えて、みんな、ひーちゃん教えて。一段と首が長くん、12から行く、みんな12から来るの、杉地。14日は行けないよ、田中。もう福岡今日行ったからね。何教えたんだろう、理科数学教えた、あ、英語も。そうだからもうみんなさ、どしどしさ、本当にね。コッコが乗ってる佐賀の、もともと佐賀かな、ヨッピーさん。佐賀の夢さんの中にいっぱいある。歴史と公民や教員免許ある。マジか。ちょっと待って。
田中ね、やばい、一桁取ったことあるから。ケロリンさんこんばんは、よろしく。アイくん S 曲と N 曲11から行く人もいるね。 OK 把握、教えられるのすごい。算数くらいならそれな。でもね、宿題ね、自分ののはしたくないけど人のするのは好き。千葉に住んでる。いい笑顔でクソみたいな。AKB で仲いいメンバー、いやでも最近メグさんとめっちゃ仲良くなって、谷口メグさんと数学、田中自信あるわ。数学いっつはね、頭良かった気がする。うん、そうよ。13日来てくれるの。今はそう、広島だよ。佐賀から帰って今日は博多でお買い物しました。たくさん洋服買いましてね。お母さんと意外に意見があったっていう、洋服の好みが。そうドゲン。そうめっちゃいっぱい買った。ベルト、ピアス、ヘアアクセサリー、洋服、ズボン、めっちゃ可愛いの買ったよ。そう、ソラリアプラザでねお買い物した。じゃソラリアプラザですとかコアとか天神コアとか。ハルコ今日時間なくて行けなかった。顔が決まらない、助けて。いやいや知らないよ。ズボンはね、天神コアはそこ。あ、ページボーイね。あ、田中ミスティックとか好き。ミスティックとかスライとかマウジとかめっちゃ好き。センター優勝。そうピアスね、大学2年生に開けたかな、1年生2年生で開けたのかな。明日天神行くのか、今日行っちゃったよ。でも西通りはね時間なくて歩けんかった。スライってギャル系っていうか、スライの、あのデザインとかが好き。なんか柄、個性的な柄とかが好きなんだよね。真面目さんどれもありがとう。そうローズバット好き。そうめっちゃ好き。広島涼しかったの。今日帰ってきた時ね、でも結構人多かった。今日ね新幹線人多かった。そう握手会のたびに服買うの、いや大変じゃないんだよね。それがとなく洋服大好きだから毎回毎回買いに行ってるっていうね。そうそう、あのね、うちの目標はなんか高いのでいいじゃんか。でも安いのをなんかみんなが真似したくなれるような服装をするのが目標。女子向けだったらそう、みんななんだろう、お手頃価格だったらみんな手に取りやすくて真似できやすいじゃん。だからそういうのを買ってここをこうやってアレンジしたらいい感じに見えるよとか、そういうのをなんかなんだろうね、発信できたらいいなと思う。そうだからなんか無駄に、なんかなんだろうね、高いのを買うんじゃなくて、そうなんか普通にみんなお手頃価格なのをこういい感じにそうこうやってするとちょっと一つランクアップするよみたいな感じのがいいよねっていう話をね、いろいろ考えてた。そしたらね、女の子もいっぱい、なんかスライマウジとかも好きだけど、うん、なんて言うんだろうね、レトロガールってめっちゃ安い店があるんだよね。女の子わかるかな、男性の方ちょっとごめんね。
そう、妹高校好きって言ったら嬉しいじゃん。あ、コシヒカリさん覚えてる、ありがとう。そうだからメトロガールってめっちゃ安いところがあって、そこでもたくさん今日洋服買った。590円のトップスがあって、めっちゃお手頃価格じゃんと思って買った。スクさん覚えとるよ、めっちゃ久しぶりだよね。7月6月ぶりぐらい。田中はツイッター早くやった方がいいね。言って、田中にツイッターさせてって。そう、プチプラをねうまく着こなせる人間になりたい。そう、ここにもいっぱいねお洋服あるんだけど、どんなのがいいんだろうね。でも高いのも高いので何個か持ってたらいいなと思う。でも高いのを持つってすると靴とか覚えてるわ。靴とか、なんだろう、靴バッグはいいものを持ちたいよね。そういう人にいつかなれたらなっていうのは思ってる。そう、アイドルがガチすぎて、そうアイドルなのにねお洋服のこと言ってるんだけど、みんなには申し訳ないけど、これがねうちのお気に入りで、握手会でも着たいなと思ってるんだけどね。これミスティックのやつで、これめっちゃお気に入りなんよ。これはね、ここがね開いてて、これ前後ろどっちでもいけるんだよね。こっちだったら首元がちょっといい感じに鎖骨がこう鎖骨と平行な服になって、ここだったら V ネックっぽくなってるけど、ここがこうふわふわってなってるからいい感じにね、その着こなせるから。で黄色だし、袖にボリュームがあるから、ここにボリュームが欲しいなと思うのはいいなと思う。なんか上にボリュームを持たせれるからめっちゃ可愛いんじゃないかなと思うよ。はい、そう、前後ろ大丈夫なやつだから一石二鳥みたいなやつでしょ。星座は身長のヴィランらしいよ。ミスティックだよ、ミスティックでも今日買った、またこういう似たやつのめっちゃ派手な黄色、それは握手会で着るよ、11日に着ろっかなと思ってる。ハンガー100均だよ、ポチった。握手会でその話題してやろうと。そう、 2way はめっちゃいいよね。え、うちジーンズ派だよね。コメント読まれない、タカちゃん見てるよ、みんな買って。で今日買ったのこれ、あの秋服なんだけど、これ袖にチェックが入ってるから秋っぽいじゃん、しかもニットで、これもね袖にボリュームがあるからね可愛いんよ。見えるかな、こんな感じ、見える、こんな感じです。そう、これは9月の握手会で着れたらなっていうのを思った、先に買った秋物。そうなの、やっぱいいね、洋服配信しようや、洋服配信しようや。田中、あのあれだわ、ハマるわ。9月は大阪だね、それな。このトップスは分からん、どこで買ったかな、ただ48って書いてあるからそれが欲しくて買っただけ。ミクポさんありがとう。さっきの秋服はこれ広島にないよ、広島にない、福岡にあったリベットシュガー、リベットシュガーってところ、リベット&シュガーん、シューズ、リベット&シューズ、なんかそんな感じのブランドのところ。いや、あのシワにならないのを、あ、シワになりそうなのを吊るしてるよ。そう、吊るしと、ここにパルルの配信見てるよ、嬉しい。今日は LA って感じで海を感じさせるってどういうことなん。英語は読めるけど分からん。嬉しいね、愛理さん。
僕ね、自分ね、ジーンズが好きだからね、ジーンズはいっぱい持っとるしね。この赤の服もあるんやね。これもあれグレイルで買ったんだけど、そう、ケンケンさんありがとう、タコちゃん。そう、洗濯はねするときはする。そう、この赤のオッショル系を買いまして、動体視力すごい。そう、ジル・スチュアートね。あー、これ前来てなかったよ。トータルコーディネートめっちゃしたい。伊沢リクさんありがとう。田中です。スペイン、ココタの配信いつも楽しみ。なんか似てる。何が何が、サージね、楽しかったし。真面目な話、肩にボリュームがあると上に、あの、なんだろう、肩が、あの、肩ないんよ自分、撫で方とか。だからボリュームがあったら、ボリュームがあるだけで結構おしゃれに見えるし、今年の秋は多分ドット柄来るね。ドット柄と花、なんか透け感がある花柄の、あと袖がね、袖に特徴があるのが来ると思う。そう、田中は今日博多天神の街でお洋服を買い物してて気づきましたね。袖に特徴がある系が来るんじゃないと思った。雰囲気が大島優子さんっていうの。スナイデルはね、まだ行ったことない。田中は赤も似合うでしょ、何でも似合うねっていうのが正解じゃないか。うん、天神おったんよ、秋深もね。そう、博多行ったの。ドン田中。ダスリンは分からん。でもいろんなね、服屋さんに入るようにしてる。そう、黄色がでも好き。え、じゃあさ、握手会できる服も今見せていいん、今見せていい、え、今見せていいなら全然持ってくるけど、楽しみがなくならん。そうでもないか、楽しみなくなったらあれかなって思ってさ、見せんのやけど。ダメだよね、ほら、ダメって言う。あ、でも着ない、着ないけん意外に、内緒だって。やっぱやめとこう、あかんあかんあかん。そうだね、みんなの楽しみなくなるからやめとこう。で、握手会が終わったらこれがこう来ましたっていう配信を しよう。そうしよう、そうしよう、そっちがいいね。アムくん、誰もありがとう。そうしよう、終わってからこれを来ましたっていう配信をするね。そっちがいいね。で、そう、今配信してるのは今まで着たことがあるような服を配信しますね。あのね、うちが好きなね、基本好きなね、服がね、たくさんあってね、もうね、どれがどれか分からんレベルであるんよね。でもね、あ、メンバーにさ、誰か伝えて、この服あげるよって、この服あげるよって誰かに言っといて、田中の服欲しい人、この服あげるよって言っといて。そう、 SNS はまだね。なんで女子じゃないやん。なんちゃんへ洗ってないやん、やめて。アキピニーはね、のんちゃん初見です。ルンルン重い。靴下、男女兼用。じゃあもうウェルカム、みんな。これどうやろうね、欲しい子いるんかね。やめた、ちょうだい。メルカリ配信初見です。 KM リーさんかな。トロブーか。でもトロブーはね、たくさん服持ってそうだもんね。田中の服はいらないよって言われそう。そう、トロブはね、ほんと雑誌さって感じよね。田中ジーンズ大好きなんだよね。このジーンズが好き、みんな。
このジーンズ好き。これこのジーンズ良くない？こんなんなんやけど、このジーンズポケットね、ほら後ろ、こっちはねポケットなんだけど、こっちはポケットついてないの、この形だけ。そうでね、こっから切り返しがついとるんよ。ほら切り返しついとるから、ここジーンズと見せかけてここに切り返しがこうボーダーのねついてて、なんかめっちゃデザインがおしゃれになってるんだよね。そうそう、これ前も見せたかな、めっちゃこれ可愛いな。ちょっと抜けてもよろしい。このそのジーンズ、この前の握手会は履いてないかな。これでもザラだからめっちゃお手頃価格だったよ。そうだね、あとはもうなんだろう、黒が大好きなんだよね田中は。ジーンズはたくさんあります。はい、もうジーンズはねありすぎて困る。ザラ、あとこれかな、こんな、ここに長ジーンズなのに、ワイドジーンズなのに、この長いジーンズなのにここが切れてて、こっから足が見えるからセクシーセクシーなのそういいでしょう、こんな感じで。そうザラね、多分ね男性の方もねあるからね、いいよ。デニム、そう大好き、デニムばっかり持ってる。今日もデニム買おうと思ったけどやめた、さすがにちょっとスカート買わないとと思って。のんちゃん早く寝てねって。そうザラはねいっぱいある。スカート履くよ、11日12日13日、どれかでスカート履きますので、ぜひ皆様見れた人はレアです。はい、でもななちゃんからもね、おしゃれって言われた。そう、たまたま握手会やばい。何でも似合うな、はい褒めた、褒めすぎ、はいはい褒めすぎ、褒めすぎな人ははいはいで流すよそう今日の西取り行けなかったよ。フォーエバー21、そうそうそうザラあるね、あのディーゼルのある横、フリーザさんこっきこっこ。だからね田中の私服姿を見てほしいな、握手会だから、握手会にめっちゃ来てほしい。田中の私服を見てほしいっていうのも一つある。そう本当に思う、お願いだから私服見てって思う。七浜さん来る11、12、13、わさびくんこんばんは。そうもう新たな服装をね11、12、13でするし、スカートもスカート短パン、今回足出していこうと思うんだよね私服見るためだけに行くって。そう今回は短パンとスカートで攻めていきますのでいつもジーンズだから新たな田中を見てほしいと思って。短パン買ったんだよね、逆立ちで待ってて、ね、地位登るやつ頭に倒れる。そう田中ね足出すのあんまりなんか苦手になったんよ、二十歳過ぎて。だけどまだまだ二十歳じゃんってなってそうあ全然その変なのじゃなくて、普通におしゃれとして短パンみたいな感じ、その短い短パンじゃないの、なんか膝上ぐらいの短パンだから、アンパン
寝過ごしたの。まだ二十歳ちょっくら勉強してくる、ありがとう。田中コッコでも何でもいいよ、全然何でも呼び名はいいんだよ。バラありがとう。久々来たね中村さん。久々か。こうちゃんはやめて、実家ではこうねっていう。ロングスカート好き、スカートだったらロングスカート。裏地のライブ良かった。何ゴンザレスって。え、めっちゃリッチやん。汗かくの嫌やから飛行機使うって。触覚くねくねがね、うちも好きなんよ。そう、顔ね大体覚えるけど、名前と顔が一致せん時があるんよね。申し訳ないけど、なんか似た、なんかね、何人か似たような人がおってね。田中孝子訳した。女優のある初見です、こんばんは、ありがとう。初見やで、ワッカーさん。タカツンは何、なんてらさん、誰かわからん、芸能人あんまわからん。初見です、ペコさん、ありがとう。あのね、うち黄色のスニーカー持ってるって言ったじゃん、ナイキの。ナイキの黄色のスニーカー持ってるんよ。なんか新幹線みたいな形してるナイキのスニーカーを持ってたんや、もともと。だけど、昨日、じゃない、佐賀に帰った時にアウトレットに行ったら、その黄色の色違いのピンクが売ってあって、服でピンクを着れないから、靴にピンクを持ってこようと思って、黄色と色違いのピンクの靴を買ったの。そう、だから足元で差し色持ってこようかなと思った。トップスに持ってこれんけん、田中ピンクが自分ではちょっと似合わんかなと思ってるから、だから足元にピンクを、スニーカーのピンクをね、そう、小物でピンクを、握手会前に手紙2枚目のやつ、2枚目のもらってないよね、まだ。最近握手の手紙もらってない。ピンク、濃ゆいピンクだった気がする。普通にピンクだったよ、濃ゆいピンク。ビビット系のピンクではないけど、ピンクって感じ。そう、ピンク苦手なんだよね、個人的にはね。履いてる、なんか履いてたり着てる人見たら、ピンク似合う人いいなってずっと思うけどね。しかも田中は靴が新品より、なんか何回か履いた靴が好きなんよ。新品の靴があんまり苦手で、妹にいつも靴買ったら、これ靴履いてって言って履いてもらってた、ずっと。新しいのがあんまり、なんか苦手なんよ。そう、勉強してくる、頑張ってね、ありがとう。なぜ、なんですか分からんけど、なんか新品の靴は苦手だから、特に白が苦手。白の新品の靴、真っ白のものは汚したくなる。なんか本当に、うん、折り紙買いに行った。なんかちょっと汚れてるのが好き。そう、滑舌めっちゃいい。ケヤキ会を、え、分からんけど、めっちゃ白って感じよりちょっと白じゃない白がいい。ヒールはね、ピンヒールは履けん。ピンヒールはね、多分ある、
たなか歩けないんだよね、ピンヒール。だからちょっとなんか同じ高さのヒールだったら履けるけど、そんなにがっつり持ってますっていうヒールを履かないかな。うん、ちょっといい感じに馴染むヒールが履いてる。スニーカー派、お出かけするときはね。でもなんかちょっと一つワンポイントで外さんとなっているときは、上がめっちゃかしこまったなんか、いやその服によるヒール、なんかヒールとか。おやすみとありがとう。なんか意外に一つスニーカーで外すとおしゃれっていうの。スースに押しネクタイする一緒にしとるんかい。でも握手会はスニーカーではないかな。もう服好きすぎて服廃止になってるよね。と見せかけて寝ない。おいおい、騙された。今日の配信すごい参考にしたら嬉しい。なんかね、あったらいいよね。なんかどうしたらいいんだろうね。ここちゃん的に男のワイド、なんか別にその人に似合ってればその人なりのおしゃれなんだからいいんじゃないかな。よくわからん。なんかそういうので見ないから、あ、パッて見てあの人おしゃれって思って見る感じだから、なんかその人が何履いてるからっていうのは見ないかな。なんかパッて見て目について、あ、めっちゃおしゃれって思ったらその人バーって見る。あ、おしゃれだな、あ、こういうファッションもあるんだ、あ、女子と違って男性のことはこんなおしゃれが今流行ってるんだなとか、そういうのを学ぶね、街を歩いてて。そう、系統分かれてるじゃんやっぱみんなって。服を買いに行く服がありません。服を買いに行く服がある、あ、着る服がないってこと。体操服でいいじゃん、高校とか中学の体操服のことやろ。帽子大好き、キャップ大好き、キャップ、キャスケットとベレー帽、ニット帽、帽子だろ、まとめて帽子ね、まとめて帽子好き。でもね、全部の系統着るよ。まあガーリー系以外の系統だったら着る。もうね、本当にガーリー系以外の系統だったら結構みんな知ってると思うけど、田中結構試しとるよね。ブログにもいろいろ載せとるけど、大人っぽい系からカジュアル系っていうのを載せてる。そう、メンズに似合うベレー帽ってあるかな。うん、男性のことはキャップかニット帽がうちは好きだな。個人的にやけどね。祝さん覚えたよ。お休み聞いたのありがとう。フリフリの白ワンピースは持ってない。買うのも抵抗あるよね。自分着てみたいけど今まで着たことないから抵抗ある。セブンさん覚えてる。赤のベレー帽欲しいね。でも赤のベレー帽じゃなくて、ベレー帽は黒かグレーかな。赤はキャップかな。ベレー帽よりキャップに、キャップに赤を持ってきたり、靴に赤を持ってきたり、トップスに、いや、トップス、うちはジーンズに赤を持ってくるのが好きかな。コッコ寝るときはパジャマじゃなくてジャージだよね。グリーン系大好き、ワインレッド大好き。グレーのベレー帽いいよね、なんか秋って感じ。ゴスロリ系に合いそうってこと。絶対今赤のベレー帽ってジャイコのイメージって書いてるやろ。
オフショル最近好きだね。広島で泣けばカープもね。アパレル店員にやるね、もともとやってた。去年の食欲の秋って言いますもんね。そう、前のブログに載せてた黒の服装はうちのめっちゃお気に入りの服装なの。そう、あれはめっちゃねお気に入りの服装なんだよね、本当に。そう、将来ファッション系をねできたらいいなって思うんだよね。だからなんかいろんなところで発信したいなと思ってる。ゆいりんさんこんばんは。めっちゃ暑い。痩せるけどね。なんかファッション系は本当に好き。だからモデルのオーディションとかも受けたりしてたし、そう、事務所オーディションもいろいろ受けたりとかもしてたからね。そうだからモデルの経験をやってみたいなと思って、なんかランウェイに参加したりとか、家でもらうウォーキングの練習とか前してたから、土間で家の玄関のところで名前呼んでもらった。寝よっかなって。お疲れ様。そうだね、コラボなんかデザインするとか苦手だけどね、服は本当に好きだからね。でもそっちーちゃんデザインの勉強してるでしょ、なんか教えてもらえたらいいなと思う。コッコのルクサモデルのみ、はい、褒めすぎ。玄関ランウェイ。いや、バレルさん服はタダでもらえんくないかな。とりあえず好きって感じだ、俺も。好きは強めだよね。好きなことってやっぱ頑張れるしね、それは本当に思う。またけどクスルーするわねって、アリンコちゃん。お客はじいじ、おじいじ、おじいじ大好き。ランウェイって走ったら怒られる。でもランウェイだからね、ランって書いてあるね。まやちゃん、コッコちゃんのファンになったって、嬉しい。アパレル店員なんだ、行きたい。好きなものがアイドルしかないか。絵がうまいやんか。ヨーポン疲れ。スポーツセンター、今日のコッコなんか子猫みたいで可愛い。子猫、可愛くぶりになってきそう。コッコってなんでそんなに小顔なの、わからんよ。小顔ってわからんもん。首が長いよ多分、ただ単に。私はオタ学生です。同じですね。私もなんか強みが欲しい。高い手裏剣がある。小顔バトルってなんな。そう。キリンやろ、やめて。本当に。得意スポーツ、得意野球？はい、間違えた。バスケだ。可愛すぎて泣いてる、うえんて。ミラーさんめっちゃ顔小さかった。ミラーさんとは、あ、なんかこの前お母さんが岡山のあれに来てたわけ、イオンか裏地祭りのやつで、モテモテ佐賀を佐賀から持ってきてファンの方に配ったらよかったねって言ってた。そうだから、あ、確かにそれなみたいな。
田中ことこ、こっこじゃなくてこっこ逃げ足早い、タタタタタってやる。妹もね手裏剣持ってたからねマジ笑ったよね見つけた瞬間。今日はもう広島だよ。明日も配信するよ多分。在宅だからイベント行けない。全然ありがとう、ショールーム見てくれてるだけでも嬉しい。明日は佐賀に行きます。じゃあコンパスにも行ってね。佐賀駅着いてコンパス行って03カフェってのもあるんだよね、佐賀テレビの近くに。03カフェっていうところでも一息つけるからね。なんかいろんなコーヒーがある。コーヒー好きだったらの話なんだけど、03カフェが佐賀テレビの近くにあるし、コンパスは佐賀駅からちょっと歩いたところにあるし、佐賀の夢タウンにモテモテ佐賀はまだ残ってる。そう、ね、みんな手裏剣ね、大きい。やっぱ田中だわね。そう、コウコちゃん女子にもね人気、嬉しいね、女子人気も上げたい。コウコの名前の由来はお母さんが教えてくれない。そう、佐賀はカフェがいっぱいある、もっといいところを言いたいで丸ボールを買って帰ってあでもな、佐賀に来たらシシリアンライス食べてほしいけど、田中がずっと言ってたここはコンパスって店だからね。あ、ココはコーヒー飲めない、砂糖バーって入れんと。そう、田中なんて昨日ねショールームしてる時ね白の T シャツ着てたんだよね。それね妹のだったんよ。で値札ついとって、そのままお買い物行って、あそういえばと思って値札ついてるわっていうことに気づいてまあでもあの店に入る前だったからよかったんだけどね。佐賀に行ってモテモテの編集部にも行ったら、もし夢さんいなかったら編集部のところに行ったらあるんじゃないかな。編集部さんのところにね、まあうちはねそうやってそのタグつけとって自分のは気づくけど、お姉ちゃんがお姉ちゃんのタグがついてるのはニヤニヤしながらそのままにしてた最悪な妹です親もファンになったの嬉しい。田中はタグは手でちぎるね佐賀テレビにも久々行きたい。あー行けばよかったな。青木里奈さんとか可愛いんだよね。タグすぐ切らん。3姉妹、佐賀テレビ行かなかった。コッコはファッション誌はビビとかミーナとかミニとか見るね。エスカワイイは近藤千尋さん乗っててね好きだった。ビビ、ミーナ、エスカワ、アール、あとノンノも最近見るかな。佐賀の夢タウンではねずっとねファッション誌見てた。ミーナの系統は本当に好き。ミーナ、ビビの系統は本当に好き。だからねミーナさんとかそのビビさんのファッション誌に乗れたら幸せだからそれを目標にいろんなお洋服とかをねブログにも載せてるんだよね。そうだからそういうのも見てもらえてたらいいなと思う。服大好きっていうのが伝わればいいかなと思う。そしたらなんかいろんなお仕事にねつながれたらいいんじゃないかなっていうのは思う。うち一回エスカワイイさんのオーディション受けてたんよね。二次審査で落ちちゃったけどそう短パン忘れちゃってね撮影の時に。
書類はなんかありがたいことにね通ったの、びっくりした。で二次審査で短パン持っていかないといけないのに短パン忘れちゃって、本当に最悪なことしたの。雑誌のアンケート、あそうだね、何出してくださいってそういうとこ田中そうファッション配信定期的ね、いいよね。でもその近藤千尋さんと同じ雑誌になりたいなっていうのは夢で、夢で夢でね、もう本当に通って、もエスカウェイさんのオーディションに通った時はもう本当に嬉しくて、近藤千尋さんに撮影の時に会えるんじゃないかなと思ってたそんな感じだった。そうちぴちゃん、そう近藤千尋さんね、岡山の出身ね、インスタ始めたらいいよね。わかるわ、あ、わかりみが深い。そう S かわいい、やめて、コッコちゃん思ったより背低いよね、やめて、160あるから160あるからそう、ウェアはねいいよね、でもあれ難しいよね、160のやつはニワトリやな、おい。明日仕事だから抜けます、ありがとう。そう高そうなイメージ持たれとるね、年おじさん。それな、田中160後半、そう超身長がおとやるけど全然え、ねえ幕張来てくれる人いる？11、12、13来てくれる人いた？いとこに憧れの女性聞いたらストレートに田中こうこって、え待って、それはめっちゃ嬉しい。なんかそれをなんだろう、たくさんの人に言われるのも一つの目標にしてるから、えめっちゃ嬉しい、それはめっちゃ嬉しい、本当に嬉しい。憧れの人は田中こうこ、めっちゃ嬉しい。やばいやばい、11日行きます、え嬉しい。おしましでも来てくれたらいいな、11日。体重はまあまあ、え嬉しい、おしましでも来てね、11日、え嬉しい、11日行くよ。うわ早く入れじゃん、もう本当に握手会楽しみだからね、早く握手会ってね、佐賀でね帰ってる時も言ってた、めっちゃ嬉しい。おしましでも友達を連れてきてほしい、友達にいっぱい言って、高校の件で行けば嬉しい、え他のとこにはいかんだよそう、田中高校にあかん七飯はね、それな、面接で尊敬する人は田中高校、それは落ちるけんやめとき、真面目にやめとき友達行くって言ってたら嬉しい。前髪切りたい田中、田中すまん、あれ殴るよムさん押しへん、冗談だよ、ええー、冗談に聞こえんけど笑ったねスティーだけで握手会もねできたらいいよね。アムくんありがとうだるま、でも田中大学の面接あるよ、 ST じゃない、あのアイドルの話したよ大学の面接で、ね、そう2期生さんとか入ってきたらね、田中孝子さんに憧れてますとか言われたらめっちゃ嬉しいやつよね、わかるわ。
チガチのドルオタなの。面接に受かる秘訣を作らないギャルっぽいもうね、握手会の話はね考えてこんがいいよ。田中の握手会はもうすり来てください。もう何も持たずに思い立った時に話をしてください。それが一番嬉しい。は、考えてきてくれるのは嬉しいけど、もうねやっぱね緊張して絶対頭真っ白になるの。うちだって、うちがそうだったから。話すこと内容考えてたけど、メンバーさんを前にしたらもう本当に頭真っ白になったから、全然大丈夫、任せて考えていっても、そう、もう本当にノープランがいいよね。オタクは語るオタクあるある。うちノープランで言ったら、そう、ただうち結構喋るからさ、自分から喋るからね、多分ねファンの方のね話をねかぶせてしまったことがあるのね、最初らへんの。本当に田中喋りすぎて、こことの会ウェイしかなってウェイって言ってたじゃん。これまでの時2と8部取った。おい怒るよ。田中の顔見てよ。でもね目力で怖いって言われるよね。ポケモン GO やってる？やったことない。ライアンさん声が友達に似てるマジで。じゃ目つぶってこ、あの聞いたらいいやん。ただ友達と喋ってると思うね。田中高校連に住みたいりょうさん面白いね。目に吸い込まれそう。それはない。うん、それはない3枚出しぐらいはノープランでいける。1枚でも全然いけた。くまこさん嬉しい。にらめっこできるよ。もうみんなさ名前言ってね、なんなんですって言って。田中麗もちゃんと行きますね。よっぽん おめいちゃん来るのかな。11時23は名札つけていってくれたら嬉しいが。りょうさんはね言ってくれんとわからんから、ちょっと待ってね。あのまた顔がかぶっとるから、どっちかなっていつも考えるから。最初田中と絶対ボクシングするって決めてる。はい、一発 KO カーン何人10人もうみんな連れてきてよ。もうちょい言いやすい名前11、12、13ね。シャイなんだ。バイアンティノさん。よし、じゃあね、その握手会皆さん楽しんでいきましょうね。田中ちゃんもめちゃくちゃテンション高いので、あの楽しんでいきましょうよ皆様ね。楽しんでいきましょう。あ、あつしさんありがとう。もう終わっちゃうけどね配信、10、20分で終わろうと思ってる。
みーの名前読めない。こみさんの推しの方めっちゃ嬉しい。こみさんについて語ろうや。推しもし多分使えると思う。ミラーさん覚えた。アルジャーノンさん嬉しい。リョウさんこんばんは。そう痩せたって言われる。コッコちゃんが大好きだよ。セブンさん大好きだよ。小顔のミラーさんです。お友達か。ラブルさんドゲンドゲンって書いてたボードにこの前。はいこんばんはりょうさんバイバーイ。瞳に吸い込まれそう。なんで野球部みんな手裏剣つけてたの。田中推しなんじゃない日大山形の野球部さん。田中の推しなんじゃない手裏剣つけてたってよ。コークさんお友達になりますよね。いやもうお友達じゃん。この前お友達になったじゃん。善悪にいるのを見つけたしね。そうね。山形だけどこっこし。あなたは大した美人ではないよ。それだよ。微妙な美のね。そう裏じゃいっぱい手裏剣あった。握手会行こうかな。井上さん来てや。高校のライブ見たいな。この前見たじゃん。うち手振ったじゃん。ケルマイさん、うん、田中わか誰って聞いたりする。なんかいつもショールーム見てますって言われたら、え誰と思う。スコッコちゃんは女の子のファン増やしたいよね。男性の方もいっぱい増やしたいんだよね。でもどうやったら増えるんだろうね。なんか難しいけどどうやったら。で明日田中のブログだから、みんな明日田中の写真めっちゃ盛りだくさんだから見といて。絶対みんな今回のブログが良かったねっていうやつだし、絶対それ自信ある。今回のはいいじゃん、いつもこんくらい写真載せてやって絶対言うやつだから。本当に。しかもまた生きったあのファッション載せてるから、そうもうみんな期待しとってや。みんな期待しとってや。ハードル上げるよ5メートルぐらい。ブログでお得みたいな発言をするな。しかも結構田中のこと、うん、でも意外にいいかも。イエーイ。コークが思ってるよりも上がってるよ。数年後専属モデルとかになってるのね。なりたいね。そうカーブね、マジック点灯した。知ってる、今日見てた。カーブの足黄色のリボン可愛かった。まとまってないの、うちのブログ。
ビビデッポーで俺のハートを、コウコまた明日ね。ありがとね、いつも本当にお手紙も書いてくれたんかな、読んだからね、ありがとう、たくさんのアドバイスね。そう、内川選手ね、そう明日田中のブログだからみんな楽しみにしててね、多分昼までには上がると思うけどさ、12時、11時とか12時とかかな、上がるんじゃないかな。なったん来るん、なったんマジでタイプなんよね、どうしよう。うちさアイドルやってるのにさ、可愛い女の子のファンの方を見つけるっていうやばいことしてるまだオタクが抜けれてないよね。ショールームはできたら夜だね。ファンレター書くね、嬉しい。ブログはコメントは書けないよ。ファンのファンね。ファンのファンね。お手紙書いてくれるのね。読んどくわ。3枚目ぐらい ?4 枚目ぐらい。谷口めぐちゃんの、嬉しい。初めて来ました。チロ姉さん、ありがとう。よかったらフォローしてね。田中だよーん。田中だよーん。ドゲン。まもなく、20分になりましたので今日はここまでの配信といたしますね。はい、皆様今日もねありがとうね。明日も配信夜かなできたらするので、明日田中孝子のブログなので皆様よかったらね、でフォローも皆様よろしくお願いいたします。今日もねみんなありがとうね。ファンレターもたくさん待ってるし、11、12、13の握手会も待っております。ありがとうね。おしましでもたくさん友達とか連れてきてくれたら嬉しい。はい、田中ファッション誌たくさん大好きなんだよね、ファッション関係のね握手会楽しみです。よし、コッコッコ、コケコッコしてますね。たくさんにギフトもコメントも星投げもね、ありがとう。それではコッコッコします。コッコッコー、はい、コケコッコー。お姉ちゃんありがとう。お姉ちゃん可愛い、好き、ありがとうございます。それではおやすみなさい。今日もありがとうね、たくさん握手会楽しみに待ってるから来てね。そしたらおやすみなさい。3、2、1、バイチャラポー。おやすみ、バイチャラポー。